南口両毛線ホーム渡らせ、渓谷線ホーム簡易水加改札機桐生駅は、群馬県桐生市末広町にある、東日本旅客鉄道、渡らせ、渓谷鉄道の駅。JR 東日本の両毛線と、渡らせ、渓谷鉄道の渡らせ,渓谷,渡らせ渓谷線が乗り入れ、接続駅となっている。JR、渡らせ、渓谷鉄道の共同使用駅である。このうち渡らせ、 渓国鉄道にのみ WK01 の駅番号が設定されている。群馬県内の JR の駅としては最東端に一致している。渡瀬せ京国線はもともとは足尾線と称し、両毛線とともに日本国有鉄道の路線であったため、当駅は国鉄の単独駅であった。しかし、足尾線は第二次特定地方交通線に指定されたため、 国鉄分割民営化の2年後の1989年3月に渡らせ、京国鉄道に転換され、当駅は JR 東日本と渡らせ、京国鉄道の共同使用駅となった。島式ホーム2面4線の列車交換可能な高架駅である。直営駅かつ管理駅であり、岩塾駅、国定駅を管理する。緑の窓口、自動券売機、 自動改札機、自動生産機、エレベーターエスカレーターが設置されている。渡らせ、渓谷鉄道線の乗車券は JR の自動券売機にて購入する。スイカは両毛線に乗車する場合に限って利用が可能である。よって渡らせ、渓谷鉄道ではスイカは利用できない。万が一、スイカで入場し乗車した場合は、下車駅または車内で、 現金生産及び、後で、スイカ対応駅で、出場処理が必要となる。両毛線と渡らせ、渓谷鉄道を改札を出ずに、スイカで直接乗り換えるときは、一番線ホームに、設置してある簡易スイカ改札機にタッチして乗り換える、必要がある。駅構内に、気流観光物産館、渡らせ、気流市民活動推進センター、ゆいがある。ゆいでは、 レンタサイクルの受付と、渡らせ、渓谷鉄道トロッコ列車整理券の販売を行う。2021年4月1日には、駅構内店舗、桐生そばを改装の上、駅中シェアショップ、往来のオープンが予定されている。当駅の旅客案内では、渡らせ渓谷線のラインカラーを灰色で表現している。両毛線で、停車列車が主に使用するのは2.3番線である。 4番線は、主として、高崎方面の折り返しあたり駅始発の列車が、使用するが、一部は3番線から発車する。小山方面への下り列車は一部の当駅始発の、列車が1番線、4番線を使う程度で、大半が2番線から発車する。両方線は1時間に1の2本程度の運転である。渡瀬渓谷,谷線は、朝6時台から、 夜21時台まで1時間に1本の運転である。両毛線の当駅止まりの列車が、当駅始発の列車に接続する場合がある。小山発あたり駅止まりの区間便は3番線に到着し、向かいの4番線に停車している、当駅始発高崎行き列車と対面の理解となるが、高崎発あたり駅止まりの区間便は4番線に到着するため、 二番選定車の東駅始発小山駅列車との乗り換えには階段を渡る必要がある。かつては駅構内の吉川や食堂弁当部が調整した駅弁が発売されており、桶型の容器を使用していたちらし寿司タイプの上州名物、ヤギ節弁当が名物として鉄道ファンや旅行者などから人気を博していたが、調整元が1998年に、 駅弁販売から撤退したため駅での発売を終了している。なお、吉川や食堂は駅弁販売の撤退後も近隣の店舗で弁当の調整を続けており、一部の駅弁のみ店舗での直接購入が可能であったが、その店舗自体も2010年頃に閉店、廃業したため購入不可能となってしまった。現在は店舗跡地は駐車場となっている。 気流駅は1998年の駅弁撤退後は、吉川屋の流れを組む立ち食いそばや、気流駅そばが営業していたが、2018年に閉店した。群馬大学理工学部の最寄り駅であり、北口から大学方面行きのバスが出ている。北口側にある気流大学附属中学校、気流第一高等学校や、南口側にある樹徳中学校、高等学校、 群馬県立気流高等学校、気流市立商業高等学校は、駅から800メートル圏内にあり、徒歩約10分から15分ほどの距離である。朝夕の通勤通学時間帯には、学生、生徒が多く利用しているため、学生の帰宅時間帯には、駅員がホームに立つことがある。気流駅開業当初からの出入り口である。北口広場には、 糸車を模した矢倉やヤギ節が流れる、からくり時計がある。高下電気鉄道高下線の西木流駅は、木流駅前から山手通りを300メートルほど北に進んだ地点にある。木流駅と西木流駅の東側一帯が、木流市の中心商業地であり、末広町通り、新川橋通り、本町通りを中心として、服飾専門店や飲食店が集積している。 1967年に開設された。南口広場には、噴水と、カリヨンがある。1965年に、気流市役所が永楽町から、折姫町に移転して以来、新川橋通りの沿線を中心として、業務街、環庁街が形成されている。東部気流線の新気流駅は、気流駅の 2.5km 南方、渡瀬川南西岸の広沢町にあり、 気流駅と新気流駅は、折姫バスの梅田線、川内線、広沢線の各系統によって連絡している。JR 東日本。ありがとうございます。